こんにちは、速稼塾の久保です。第2弾特別定額給付金、いやもうね、希望がないの分かってますよ。希望がないから放送続けるんじゃないですか。これ出るのが決まってたらもう放送やめてますよ。逆ですよ。もうね、あれもダメこれもダメ、もう手も足も出ないから、もう あらゆる経路が塞がれたから、だからこそわずかなできることを続けるんじゃないですか。私はね、心底ね、特別定額給付金をもう全国民に一律給付100万円、まあ10万円、30万、まあいくらでもいいですよ。もういくらでもいいけども、できるだけたくさん出してほしいんで、私一人になってもこれやりますからね。他の YouTuber さん、ある時には特別定額給付金のことをね、煽るように出してたと思うんですよ。でも私のこのテンションでね、未だにやってる人っていないんじゃないですか。っていうのは、結局はまあどういう意図でやってたのか別にしてね、もう出ないと思ったら諦めて次行っちゃうんですよ。いや私はね、これ出ないと思うからこそ続けますからね。もうしつこく行きますよ。再生数稼ぎって言われても全然構いません。再生数なんてどうせね、稼げないですから、こんなことで。そもそもね、再生数がね、1000、2000、1万、2万になったところで、進める涙ですよ。だからそんなもののためにね、時間使いませんから。で、今日はね、こんな発言が出てるんですよ。ちょっと画面切り替えていきましょう。前川喜平氏、選んだのは誰？受け狙いの菅義偉首相にってありますよね。これどういうことかっていうと、この前ね、ニコニコ生放送の菅総理が出てきた時に、冒頭でね、どうも、ガースーですって言ってたじゃないですか。あんな入れ知恵したの誰だよってね、本当ね、なんか余計腹が立つみたいな感じでね、言われてる方もいましたけども、これを取り上げて、この人を選んだのは誰だとかね、あと言葉遊びにうつつを抜かす都知事で、吉村さんもそうですよ。テレビに出てくる人ってのは何なんですかね。フリップ出してみたりとかね、アイテム出してきたりとか、なんかそのもうちゃんちゃらおかしいですね。チャラ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 してからね。で、この前のニコニコ生放送もね、せっかくの生放送で対談だったわけじゃないですか。あれインタビュアーさんの方がね、ちょっとね、生ぬるい、あれ事前通告だったのかもしれませんけども、私があれインタビューしてたらね、予備費はどうされるんですかと、使わないんですかと、なんか国会議員さん皆さん300万ぐらいボーナス出たらしいですけども、国民はいいんですか、国民にはビタ一文払わないんですかとね、一人親世代に5万だかなんか支給したみたいですけども、他の人たちはどうするんですかと、菅総理は国民見殺しですか、こういうふうなことぐらい聞いてもいいですよね。菅総理もね、なんかその存外しょうもないというかね。でインタビュアーの方もなんですかね、気使いすぎですよ。どっちが偉いかってことなんですよ。雇い主は国民ですからね。国民が総理大臣を雇ってるわけですよ。国会議員を雇ってるわけですよ。市議会議員、県会議員を雇ってるんですよ。でしょ？公務員さんを雇ってるわけですよ。公僕ですよ。まあ公僕って言い方が最近はね、差別用語に近いみたいなこと言う人もいますけども、まあでもね、まあ公の、まあ僕ですからね。公の、まあ、業務に従事する方ですから。じゃあ、誰のために仕事をするのかって、国民のために以外に決まってるじゃないですか。それがね、公務員さんの平均給料と納税してる従業員の給料を比べてみてくださいよ。これは妬まれてもしょうがないですよ。ね、一般労働者の方が生活保護の金額が上がるのにもういちいちに腹を立つとかね、そんなもらいすぎだとかいうのはちょっとね、公務員さんとか国会議員さんとか、これ菅総理に向けた方がいいですよ。どうしたんですかね、麻痺してるんですかね。だからね、なんていうんですかね、自分より強いものとかなんとかじゃないですよ。自分が雇っていて、お金を雇ってる賃金を払ってるわけでしょ。なんで自分の暮らしが苦しくなるまで賃金を払うんですか、公務員に。って形ですよ。公務員っていう一括りにしたらちょっと申し訳ない。郵便局の人とかね、警察の方とか、軍隊の方とかね、軍隊じゃない、自衛隊か。すぐ軍隊って言っちゃうんですけどね。そういう方は、やっぱね、ある程度、報酬があってもいいと思いますし、けしからんのは国会議員でしょ。少なくともね、牢屋に入っているその河合、克行、河合案里は出たけども、いるんですか金。一回も国会出てないんですよ。なんでボーナス出るんですか。しかもね、法務大臣って言って死刑宣告ができる立場の人ですよ。あの人が牢屋に入ってるんですよ。誰が選んだんだってことなんですよ。今日前川さんもこう言ってましたけど、選んだのは誰って、本当にね、閣僚一人一人に言いたい。最近は田村厚労大臣も、もうなんかね、医療従事者、介護従事者のもう敵ですよ。で、田村厚労大臣が、医療に関わる方、医師に関わる方、医療現場に関わる方、介護に関わる方の、前に立ちはだかってね、もっともっと予算分取って、自分の管轄の
もう従業員、社員、会社、医療法人、誰一人飢えさせないぞって覚悟ないんですかね。もうだらしないっていうかね、もういやぜひね、医療従事者の医療従事、もうね口がもつれちゃいますけども、医療に関わる方ね、田村厚生労働大臣はあなた方の敵ですよ、どうやらね。だから田村厚労大臣が深爪1個ね、突き指1個しても診察する必要ないですからね、これはね。もうなんだったらね、健康保険剥奪ですよ、この人は健康保険拒否、もうそのぐらいしないと分かってくんないんですから。今ね、一般市民の方でもお金がなくて病院に行けないとかね、病院はちょっと怖いからなかなか受診できないとか、そもそもね、医療崩壊してて行きたくても行けないとか、たらい回しになる、本当に救急車の問題とか、いろいろね、納税者は苦しい思いしてるんですよ。それがね、田村厚労大臣ヘラ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 と答弁してる場合じゃないでしょう。もっと緊張感を持って、高い緊張感を持ってください。高い緊張感、高い緊張感っていうのもね、本当ギャグみたいになってきましたけども、いやー、それにしてもね、菅総理にあのインタビュアーの方がね、ニコニコ生放送の中で、何考えとるのやと、お前ら毎日毎日会食して豊かでいいだろうけども、何が不要不急の外食は控えてください、旅行は控えてください、でも GoTo はやってください、なんかちんぷかんぷんなんだよということからね、いないのかなと思いますよ。インタビュアーの方ももうちょっとね、腰の入った人がやってくんなきゃダメですね。誰がいいですかね。やっぱり西田議員とかかな、自民党参議院議員の西田昌司さんとか、常念司さんとかね、あの辺がいいんじゃないですか。誰ですかね。いや、もっとね、私の動画にコメント書いてくれる人があそこに行くのがいいですね。もう赤裸々に自分のね、悩み苦しみ訴え、これをね、ドカーンとぶちまけていただいて、菅総理をね、もう新刊寒から締めてほしいなと思いますよね。菅総理はね、やっぱりね、まあお年もお年でご高齢なんですけども、同じようなご高齢のね、その仲間たちのこの気持ちをもうちょっと分かった方がいいんじゃないかなと思うんですよ。同じような年代の方がね、どんなに寒い思いをしてね、この正月を迎えようとしてるのかとかね、考えたらね、自分だけぬくぬくしていいわけじゃないんですよ。なんで自分がその立場に入れるのか、それは有権者があなたをその立場に据えたからなんですよ。自分の力で来たなんて思わないことですよね。自分の力で来た部分はそれは賄賂でしょ。賄賂は自分の力でやったんですけども、国民は賄賂をね、菅総理に要求してないですからね。要求してんのかな。その賄賂問題ってどうなったんですかね。もう広島はね、賄賂がね、蔓延しちゃってね、買収が蔓延しちゃって、まるでこれはね、本当にね、共産国家かって言えるようなとこですよ。それこそね、今までね、親しげに私どもの 話してたような人が、これね、20万、30万で買収されちゃってるわけですよ。で、あれでしょ、だんまりでしょ。20万、30万。だからね、生活困窮者の方が20万、30万で買収されたんだったら、これはね、気持ちわからないでもないですよ、はっきり言って。でもね、市議会議員さんとかね、町会議員さんとか、そこそこもらってるでしょ。で、もらってる上で20万、30万、そこまで欲しいんですかと。まあ他にもね、人間関係みたいなことがあって断りきれなかったんでしょうけども、でも、国民との約束を守ってください。そういうふうな権力者との約束を守るんじゃなくてね、上に強くて下に弱い、こういった任侠道を、こういうふうなね、国会議員さんにはちょっとは持っていただきたいかなと。大和魂をね。そういうことでね、これからも応援するべき人を私たち国民としてもよく選ばないといけないですよ。小切れにしてね、スーツ着てれば誰でもいいってわけじゃないですからね。で、逆にですね、議員さんがみんな信じられないってわけじゃないんですよ。私たちがそれを見分けてないんですよね。見分けてないまんま選挙に行ったり行かなかったりするんで、一つの結果がここで出てるということだと思うんですよ。国会議員だからって言ってね、それから政治政党に入ってるからって言って、ピンからキリまで否定すればいいってもんじゃないですからね。ちゃんと私たちの味方についてくれる人はいるんですよ。その人を見分けてね、その人をやっぱり、人の影響を受けずに信じていければいいんじゃないかなと思います。で、今回のテーマは特別定額給付金の第2弾、これについてなんかね、お考えを持っている政党の方、国会議員の方、政治に関係の方いらっしゃったらね、ぜひ私の方にコメントください。で、自民党関係の方、立憲民主党でもいいですよ。それから他でも、生活なんとかでもいいです。国民なんの政党名がね、出てこないですけども、とにかく政治関係の方はね、ちょっとね、議論を深めていきましょう。私たち国民が要求しているのは、この経済活動を停滞したことによる保証金だけですよ、ね。で、経済活動を停滞したその原因としては、感染症を広めてね、権力者の方が感染症にかからないように、私たち国民が守ってあげてるわけですよ、ね。私たちが普段通りやったら、怖くて、国会に途中もできないでしょ、だから、ね、はばかりながら、国会議員の方がしっかりと
ね、答弁できるように、国会運営できるように、私たちは行動を我慢しようと、ね、要請のままにってやってるのに、それはね、保証金払ってくださいよ。ね、だったらね、国会議員に退去して寄せってね、デモ活動して、金ばらまくぞって人が出てこないとも限らないでしょ。危ないでしょ、そんなことになったら。うん、まあ実際このね、なんか、今回の感染症がね、妄想なのかどうかっていう問題も出てきて、はなはだ怪しいですね、これはね。なんかみんなでね、マスコミ仕立てでやったんじゃないですか。だってマスコミは危ないって言うんですよ。ネットでは危なくないんですよ。どういうことですか、これは。で、あれ、岡田晴恵さんどうしたんですか、最近は出てこないけど。ね、それから頭、ちょっとね、つるっぱげの方で、白い服着てる、最近は出てこないですけど、あの人も。なんですか、なんとかクリニックのね、なんとか医師っていうのも、去年の2月3月はよく、ね、朝出てきたんですけどもね、すみません、頭つるっぱげって印象しかないんで、申し訳ないんですけども、大谷さんだったかな、谷なんとかさんだったかな、ちょっと忘れましたけどもね、決してつるっぱげを揶揄してるわけではないですからね、特徴を申し上げただけなんで、そこはね、ご容赦ください、ちょっと口が滑ったところもあって、申し訳ないですけどね、でもね、ブルース・ウィリスみたいな、ペッと頭ね、スキンヘッドもかっこいいじゃないですか、だからそこにヘアスタイルに差別はないですよ。ね、お坊さんとか少林寺私好きですけどもね、みんなヘアスタイルは同じですからね。少林寺、新少林寺見てるんだ今、アマゾンで。これ面白いですよ、新少林寺。シャオリンってやつですね。これ多分エピローグで、こっからジャッキー・チェンが主人公になって、第1話、第2話って続くのかなと思ったんですけども、いまいちね、これだけで終わってるような気もしますね。でもすごいいいストーリーで、撮影技術もすごくいい。うん、役者の演技もパーフェクト。これすごくいいな、アマゾンでやってるんで見てほしいなと思います。ということで今回の放送は終わりです。もうね、怒りに任せちゃってね、なんですかね、もうムカムカしちゃいますね。今日は以上です。